ツレズレグサ第一弾イデアこの世に生まれてはジャンプ編ですホップ編ステップ編と学んできた内容を使って現代語訳そして解釈をしていきますではこちら人話から読み進めましょう 吉田健康はこのつれづれ誤さ第1弾ここまでの部分で、えー、どのの人間も欲望を持っているのだと。ただし身分の高い人間はその欲望が叶えられるから上品で優雅に見える一方で、えー、下級の貴族や一般庶民さらにお坊さんは 簡単に身分のせいで自分の欲望が叶えられるわけではないだからこそどんどん出世欲が強くなってしまって下品に見えるという内容を述べているんですねでは人というのはどのようなのが理想的なのかそれを読み進めていきます人は形ありさまの優れたらんこそあらまを叱るべきで、物討ち至る聞きにくからず 愛業ありて言葉多からぬこそ開かず向かわまおしけれめでたしと見る人の心を取りせられる本性を見えんこそ口を叱るべけれはい少し短めですがここまでです人は形ありさまの優れたらんこそあらまおしかるべけで人は容姿や様子が優れているようなのがまさに望ましいだろう。 はい形、まあ、つまり様子ですね顔やスタイルですそしてありさまステップ編でもお話ししましたが、えー、辞書的な意味では様子なんですけれどもこれはね今回ね雰囲気と捉えるのがいいんですその理由は次を読めばわかります物のうちたる聞きにくからず愛用ありて言葉多からぬこそ開かずむかばまおしけれ ものを何気なく言ったのが聞き苦しくなく愛らしい優しさがあって口数が多くない人はまさに飽きずずっと滞在していたいそう、えー、どのような人間が好ましいのかその具体的な雰囲気というのが、えー、何気なく言葉を発した時にそれが聞き苦しくなくさらに愛らしい優しさを持っているさらには その口数は多くない。こんな人とは理想的なので、えー、飽きることなくずっと共にいたい。大座して向き合っていたいと言っています。ね形ありさま、えー、見た目や様子というだけではカバーしきれないことを述べているんですね。やっぱり人間の持つ雰囲気、これが大事だと言ってますね。えー、一方で、めでた人を見る人の 心を取りせられる本庄を見えこそ、口を叱るべけで。立派だと思っている人が、周りが自然と厳密してしまうほどの生まれつきの性格を見せるようなのは、まさに残念なことだろう。一見立派だと思われている人が、周りが、 イメージとは違うと幻滅してしまうほどの生まれつきの良くない性格や部分を見せてしまうようなのは本当に残念だと。ポイントはですね、えー、解釈する上でこの心をを取りせられるる性をどうイメージするかです。か、え、で、ー、吉田健康はねこの第1弾の初めの方で、えー、天皇や皇族をはじめとする身分の高い人々は上品で優雅であると言っていました。 要するるに品があると。一方で品のない人間いくら、えー、名声があったり評判が高かったりして立派だと思われている人でもその人自身に品がなければそれは良くない残念だと言ってるんですね。先ほどね、えー、この様様子、を雰囲気と解釈しましまょうというお話をしましたが。 吉田健康の考えに少し迫っていくと人というものは品位を保ってこそ理想的であるということに気づくのではないでしょうか身分に限らず人間は誰しも欲を持っているとただ身分の高い人はその欲がすぐ叶えられるから上品に余裕を持ってて落ち着いて見えるとでも身分がさほど高くない人たちにとっては何とかして出世して欲を叶えようとする でも、ね、皆ささんちょっと考えてみてみください、えー、この人間の社会において本当に身分が高いとされているのはほんの一握り。じゃあ生まれつき身分が高いわけではない人が出世をしていくにはその方法を知りたいと思いませんかそうそうそれを知りたかったんだと、えー、読み手である私たちは感じるわけなんです。 そこまで言うなら吉田健康さんちょっと教えてよと。そう詰め寄りたくなるのは昔も今も読み手は変わらないはずです。それはね、えー、次のジャンプ編4に進んでいきます。では、えー、ジャンプ編復習の音読です。人は形ありさまの優れたらんこそあらまをしかるべけれ。人は容子や様子が優れているようなのがまさに望ましいだろう。物打ち至る。 聞きにくからず愛情ありて言葉多からぬこそ飽かず向かわまおしけれ物を何気なく言ったのが聞き苦しくなく愛らしい優しさがあって口数が多くない人はまさに飽きずずっと大差していたいめでたしと見る人の心を取りせられる本性見えんこそ口をしかるべけれ 立派だと思っている人が周りが自然と幻滅してしまうほどの生まれつきの性格を見せるようなのはまさに残念なことだろう。つれづえ草第1弾、イレ「イデアこの世に生まれてはジャンプ編」以上です。